オリンピックスタジアムはカナダのケベック州モントリオールにあるスタジアム。1976年にカナダで開かれたモントリオールオリンピックのメイン会場として建設されたもので、当初は陸上競技場だった。しかし、 その翌年1977年に MLB 所属野球チームモントリオールエクスポズの本拠地として使用することを目的に野球場へ改修する工事を施した。陸上競技場の時代のスタンド形態をそのまま活かしつつトラック後にスタンドを増築した。そのため当初は陸上トラックがそのまま剥き出しとなっている部分もあった。 1988年に簡易開閉式の屋根を設置して実質的にはカナダ発のドームスタジアムとなったが施設の老朽化が著しく市中の落下事故や屋根の雨漏りなどの事故も多発したまたこれがきっかけでエクスポズの観客動員も大幅に減少し2004年度最後にエクスポズはモントリオールから撤退 2005年度からワシントン DC のロバート F ・ケネディメモリアル・スタジアムに本拠を移転した。エクスポズ移転後は、かつてこのスタジアムを本拠地としていた、カナディアンフットボールのモントリオール・アルエッツが、プレイオフ進出時の本拠地として使用すること以外の利用法は定まっていない。2012年には、同年より MLS に参加している、モントリオール・インパクトが、本拠地、 サプトスタジアムの改修期間中に、ホームの試合を開催し、以降も、集客の見込める数試合で使用する方針だが、これも、順本拠地としての利用にとどまる。2012年3月の MLS デビュー戦及び、シーズン開幕戦は58,912名の、動員で最高記録となった。その後5月の対ロサンゼルスギャラクシー戦では6860名の、 動員でさらに記録を塗り替えた。またこれはカナダ国内でのサッカーの最大動員記録となった。2007年の U-20 ワールドカップ、2015年の女子ワールドカップではいずれも会場の一つとして使用されている。なお野球についてはエクスポズの移転により唯一カナダに本拠地を置く MLB 球団となった。 トロントブルージェイズが2014年から公式戦、開幕前のプレシーズンゲームを開催。28日の第1戦は46,121名、翌29日の第2戦は52,29名の観客を動員。2015年の4月3日から4日にシンシナティレズを迎えて、プレシーズンゲームが行われ、それぞれ46,314名。 5万231名の観客を動員した。2016年は4月1日から2日にボストンレッドソックス戦。2017年は3月31日から4月1日にピッツバーグパイレーツ戦が開催された。2021年には新型コロナウイルス感染拡大に伴いワクチンの接種会場の一つとなった。接種会場としては カナダ国内最大となっているオリンピックスタジアムありがとうございます。